久保さん、今回、ヒカキンにしましょうか。ヒカキンさんの、えー、グッド、バッドの評価やコメントの内容は気にしますが、全部グッドでも再生回数が少ない方がまずいと思っています。まあ、要は、まあ、一応一番気にしてる、一番考えてるヒカキンさんが一番考えてる、まあ、この言葉から何を得られるかっていうと、まあ、再生数どうやって取ればいいのかっていうのは常に考えてるってことですよね。だからその、いろいろなものを気にするけれども、一番考えているところはここだよと。 だ、うん、からやっぱずっと YouTuber の、まあ、日本トップを、ね、走る人はやっぱそこをやっぱ考える考えてるんだなっていうところが垣間見れる言葉なんじゃないかなと思うんですよね逆を言うと僕とか久保さんなんかは、まあ、僕はまあ商品を売るのでどれだけそのこの数に対してどう売るかですよね、まあ、広告収入で飯食ってるわけじゃないのでこの再生数に対してどう売っていくかっていう まあ、ヒカキンさんの言葉を借りるならば、100万回再生回ってるけれども、まあ、再生数は気にするけれども、一番、あの、一本も売れなかったらまずいと思います、みたいな <laughs>。わかります僕は商品売ってるので、100万回回りましたと。再生数は気にするけれども、一本も売れてないんだったらまずいと思ってます、みたいな <laughs>。まあ、それは商品を売ってるんでね、再生数が回りました。でも商品は売れません。これまずいよね、っていう話ですよね。 だ僕はまあ今はそっちかなっていうユーチューバーで YouTube の広告収入で飯食ってるんだったらまあこっちになるとは思いますけど商品を売って飯食って,食ってるんで僕は売れるか売れないかっていうとこですねまあそれを考えてやってるかなっていうとこですねうんだ常にその何本売れたのかどれぐらい売り上げが上がったのかっていうのを考え続けて、まあ、6年目ですか もう毎月売ってますけど、だから今度10月1日にも新商品売るんですけど、うー、最後どういうふうにこうやっていこうかなと。まあ今シリーズもんでやってるんですけど、うん、正直あれだとちょっと売りづらいなっていうところがあって、またし、秘作としてね、まあ、売るためにちょっと、なんだろうな、なエッジ立てた、エッジ立てたというか、なんだ、刺さるような、なんかと、なんか作らないといけないなと。いろいろ考えてますね。うん。 まあ、広告収入で飯食うにしてもん商品売って飯食うにしてもひとまず深く考えていかないとうんなかなか、まあ、結果を出すっていうのは難しいんじゃないですかねただやってるだけじゃダメだしうんだ僕はねヒカキンさんのなんか一番最初に出した本があってその本って結構その叩かれてるんですよなんか内容がカスカスだみたいなノウハウがないみたいな だけどなんか,か12ページになんかヒカキンさんがめっちゃ研究して寝ずに研究してやったよみたいなことが書いてあってだからまあそこを全てかなと思うんですよね多くの人は結果出すまでにじゃ,じゃあそれやったのって話でいや別に何だろうなうん寝ずにそれ没頭してや,やんなくても結果が出てるんだったらいいんだけど多分結果出していない人ノウハウがねえとかね なんかうまくいかねえって言ってる人はヒカキンほどじゃやったのか研究して寝ずにこうやったのかっていうと多分やってないと思うんですよおそらくうん逆を言うと寝ずに研究しまくってやりまくってれば本見なくても自分でノウハウ作ってるだろうし <laughs> 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 まあなんなんでしょうねいってらっしゃい